特別広告人代理人である我々は本日非嫡出子の相続分を嫡出子相続分の2分の1と定める民法900条4号ただし書き前段の規定が今日において法の下の平等を定めた日本国憲法14条1項に反し違憲無効であることにつき最高裁判所大法廷で弁論を行いました。今日本当にいよいよこの日を迎えたんだなっていう思いで、来ました。先生のお話を聞いていること、それから相手の方の代理人のお話を聞いている中で、このまま自分たちの立場のような人間がやはり2分の1という命の価値を削られるようなことが続くっていうのは絶対におかしいって改めて本当に感じました。ぜひともこの機会に考えを改めていただいて、本当の平等な社会が来ればいいなと強く望んでいます。もちろんこれまで法の下の平等というすごく素敵な憲法があったにもかかわらず、それとは相反する自分たちのような立場の人間は、権利が2分の1、命の価値が2分の1と言われているような思いで今まで過ごしてまいりました。ぜひとも本当の意味での平等な社会を、平等な日本を作っていただきたいと思って、ぜひともこの機会に憲法の見直し、民法の見直しをしていただきたいと強く願っています。